せーの、アイドル ING です。よろしくお願いします。はい、鈴木カレンです。篠沼の葉です。マナさんです。よろしくお願いします。二人合わせてマナキャレンです。イエーイ。さっきぶり自己紹介しました。はい、皆さん、あ、さっきぶり、あ、ちょっとイスタッフさんフライング、ですね、みんなのことがって言ったら鈴木カレンって言ってください。いきますよ。笑うからにはパパイヤ来たる、みんなにパパイヤ届けたい、アイドル ING のカレンこと鈴木カレンです。みんなのことが鈴木カレン、よろしくお願いします。鈴木カレン、あ、ありがとうございます。戻るの早いわ。でしょ、鈴木カレン、よろしくお願いします。みんなありがとう。あ、すごい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 、すっぱりじゃない、鈴木カレンって。ありがとう、ありがたいですね。はい、どうぞ。使いますね。使ってください。じゃあ、マナッハーのコールをお願いします。ぜひ、2回言うところがあるから、皆さんぜひ2回コメントよろしくお願いします。それでは、まず1回目ですよ。いきますよ、せーの、マナッハー。アイドル ING のツインテールマナッハーこと渡辺マナッハです。皆さんをマナッハーのまじないでメロメロにしたいと思います。それでは皆さん、次回目のマナッハコールいきますよ。みんなで一緒にマナッハ。ありがとうございます。あと1時間楽しみましょうね。イエーイ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 。さあさあ、おっ、マクドナルド、おわ、サブウェイ、おわ、吉野家、どれがいいですかって、私たちの夜ご飯どれがいいかな。みんなどれがいいと思いますか。マクドナルド、サブウェイ、吉野家どれがいいと思いますか。皆さんの意見を聞かせてください。マナーは、すごい、全部おいしい。サブウェイ、そちろ、あ、そちろ最高。サブウェイ、吉野家、あんま食ったら唐揚げ食えないよ、確かに。え、どう、え、サラダがいいです。じゃあ、サムウェイとかお願いしますか。はい、じゃあ、お願いします。はいはい、お願いします。やったあ、嬉しいな。皆さん頑張りましょう。頑張りましょう。おはようさん、そこありがとう。ありがとうございます。お、アシストさんが保健室トトロの豆でベルコがいると聞いてきましたってえ、すごい、もうすでに200人です。ありがとうございます。次の順位まで7万ポイント、うん、頑張りましょう。よろしくお願いします。ですね、さらに今ロードトゥーティルというね、予選 C ブロックの、ね、企画に参加させていただいてるんですけど、うん、上位ね、12位に入らないと次の決戦に行けなくて、うん、東京アイドルフェスティバルというね、壮大な偉大なフェスティバルに出てる経験を獲得できるので、皆さん一緒に上の順位を目指して一緒に頑張ってくれますか。頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。お、すごい、ギフトいっぱい、ありがとうございます。セッチンさん、ハートありがとうございます。ありがとう。オッチさんもアイスありがとうございます。ありがとう。ナムラさんもありがとう。ありがとう。カサさんもハートありがとうございます。あ、サキスキさん戻ってきてくれた。あ、おかえり。おおおお、ありがとうございます。キトップさんも、クマさんありがとうございます。ありがとう。庄司さん、アドレシさんありがとうございます。ジュンジュンさんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがたいです、本当に。頑張ろうは、本当ですよ、頑張ろうは。頑張ろうは。この予選は何日までなんですか。この予選は明日までです。明日はですね、17時半から配信行いますので、皆様ぜひご覧ください。お願いします。お願いします。本当に絶対出たいんですよ。だから、あと何、何位だ、あと4つ順位上げなきゃ。そうかね、やばい、本当に。なんかでもね、本当に行きたいです、本当に。どうしよう、仲間なんで、この前行きましょう。仕事中でもいます。ありがとう。大好きです。頑張りましょう。お、皆さんありがとう。統計さん、いいね、ありがとう。ありがとうございます。リッチさん、アイスありがとう。でも、このラストも盛り上がっていこうぜ。かわいい子ちゃんよ。ありがとう。ありがとう。愛してる。イエイ。明日
なりたいです。なりたいですね。なりたい。どこも欲しいですね。でもなりたいですね。頑張ります。皆さんも一緒に答えられるように頑張りたいと思います。次に行ったら見たいので一緒に頑張ります。あ、アキントさんありがとう。ありがとうございます。応募者、コメントで稼げるかどうか。私、初めてショールームをね、今回の企画でやらさせていただいているので、今まで見てた側だったので、自分がやるとなるとね、こうやってね、コメントを返していくんだとかね、すごい勉強になるので、すごい楽しいですが。自分もね、とか集めてた皆さんからね、そう、皆様の集めてる、そう、集めてる、ありがとうございます。本当に仕事終わって車運転中見るよ、気をつけてみてね。うん、しげさん、しげさんお気をつけください。ぜひ気をつけて。どうしよう、マナハ公園とか絶対やっちゃえばいいかな。マナハ、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 マナハの人の野球みたいな。あ、好きね、好きね、好きね、みんな好きね。あ、現在12位まで約30万ポイントだ。おー、ということは、さっきのコメントで50ポイントですよね。だから、マナハ何回やればいいな。マナハ何回やればいいんだろう。お、皆さん、ありがとうございます。マナハー、ぶっちゃねー。ぶっちゃねー。やばいやばい。ダメよ、50を。現場に。感じされなくなっちゃう。あー、そうなんですか。難しいですね。でも、皆さんといえば。謎がある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 のはもう台湾へ企画しました。お、名村さんが嬉しいこと言ってくださってますよ。 ING のいないキスなんて、嬉しい嬉しい嬉しい。ありがとうございます。嬉しいよ。したいですよ。したいです。本当に。でもこの何、1年以内で出れたらすごいですね。確かに。まあ、一年経ってないですから、ね。あの、サブスタイトルというか、お気に入りみたいな、お気に入りみたいな、になれるから。すごいよね。頑張りたいです。これなんて質問コーナーとかやってみますか？お、やりましょうか。じゃあ、それでは、企画の方に参りたいと思います。どう？なんか質問したいことありますか？ね、アイドル ING、マナキレンの質問コーナーです。イェーイ！では、そう。なんだろうな。私書きますから。一応書こうか。あ、書くんだね。何がいいかな。何がいいかな。じゃあ、好きな、皆さんの好きな髪型って何ですかね。私は今、とりあえずというか、今、ね、ペイちゃんの、ね、歌にもある通り、ね、こうして聞いた髪型。サトレナさんにね、髪型は固定した方がいいよって言っていただいたので、ね、その時にツインテールっていうことになったので、ずっとツインテールでやってるんですけど。お、ひとかありがとうございます。ハーフアップって。あ、ハーフアップよくやりますよ、私。ね、ボブ一択。あ、でもね、知りたくなったんですよね、やっぱり熱くなると。今すごい知りたいの。その話したよね、この前。あの、モーニング、元モーニング娘。工藤遥香ちゃんがすごい大好きでですね、京都にしたい欲が高まってるんです。庄司さんが ING 誰も招待しないようだって。姉さんがね、ボブだったんですけど、ボスって言ってるよね。そうですね、 ING。 でもマナちゃんのツインテールが大好き。ありがとう、サグスちゃん。かわいいよね。姉さんの黒髪ロングだって。あ、黒髪ロング。あげすぎちゃんがマジパンさんのトレーナーのアドバイスでお時間の中にぜひしてましたかも。してましたかも。三つ編みキャレン。三つ編みかわいいよね。本当に。うん、でも夏のやっぱりイベントとかだとね、まとめ髪とかの方がいいんですかね。うん、前髪ちょっと伸ばして分けるのも大人っぽくていいかもしれない。いいね。でもそうなんですよ。前髪上げてる方がかわいいって言ってもらったけど。お、かわいい。上げて。上げて。今日はしません。あ、じゃあ次お楽しみに。そうですか。ショールーム、毎週投げって何ですか？教えてください。あ、え？ぜひおります。何ですか？あの、いろんな他の方のショールームを見ると、星がたまるんです。それを、テテ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 
寿司を投げるってこと？なんかその見てる時にもたまる。へえー。ちょっとうまく説明できないので。あれか。じゃあ他のアイドルさんとかを見に行って星を貯めて、で溜まったやつを投げるっていうことね。そうなんですよ。おお、なるほどなるほど、うん。やってくれてるんですか皆さん、うん。ありがとうございます。そう、準備が必要なんですよね。じゃあ事前の準備ですね。そうなんですね。なんか何枚に。ああ、そういうのは映画ですわ。那覇は何で知ってるの？那覇はあんまり公表してないんですけど、アイドル好きなんです、大好きなんです。そう、ここはアイドル大好き組ですからね。もうショールームもちろんチェックしてる。そうですよ。そしてポンポンしましたね。もう始まりました。2着多すぎて、ね、ポンポンしました。やばいやばい。本当ですよ。知ってるだって、カメラ。なんだ、じゃあ、お、ポチエトロ系ルーム行ってほしい。あー、それは。そこで戻ってきてくれるのが本当にありがたいです。ありがたい。戻れない。戻れない。本当にありがとうございます。カレーライス食べながら見てましたって。ヒゲさん、いいな。いいな。食べたい。でもね、うん、みんなと話してる方が私は全然楽しいな。楽しい。寿司集めできるので、もう少し時間かかりますので、お待ちください。いってらっしゃい。MT413 さんが、彼はポニーテールが可愛いって。あとは、絶対見ますね。うん。じゃあ、楽しい。うん。でもやっぱり、女の子のポニーテールって、キュンときますよね。私もちょっと、おしゃれ、ポニーテールとかして、あーってなりますね。かわいい、かわいい。去年は思い切ってショートにする気は、ナムラーさん。あ、でもその前の、あの人は、彼は本当に。なんか、直角の長さっていうの、ここの横弦の長さが、ちょうど多分、ショートぐらいなんですよ。あ、お仕事に行ってまいりました。あ、ありがとう。いってらっしゃい。待ってるね。こんな感じです。かわいいですよね、チャレンジと見て。いいと思います。ご新衣装もね、髪飾りのお話もしましたしね。ここザクッとくる。ああ、この奥にいますね。ちょっと可愛い、可愛い。なんかお姫様みたいな。あ、もうセキュレンだわ。あ、もうセキュレン、もうセキュレン、もう彼もセキュレン、セキュレン。高めのポニーで好き。そう、高めよね。マナの好きな髪型、皆さん教えてください。お願いします。ぜひコメントしてください。ねえ、ちょっと26歳だったら21歳ぐらいに見える。20代は超えてるんだね。あ、庄司さん、お花ありがとうございます。ありがとうございます。MT413 さんも、タコさんありがとうございます。あ、イケッチさんも、お花ありがとうございます。お、ナッハーはハーフアップ。おー。ランジャッツボブ。ツインテ以外でお願いします。やっぱりツインテ、あんまりなのかな。本気でボブハンにしてみたら、むしろストレートにもね。あー、ストレートになりますね。当時当番とか、委員会とか、放課後、ギリギリで、こう、必死に走って追いつかれて個人配信してたんですよ。その時に本当に時間なかったから、ストレートだったよね。ストレートで前髪もすっとんとんで、しかも、何、近くにあったディップ、適当にこう、ピクピクにして、他は何もしないで、ブスって言ったことあるんですけど、それの時はなんか意外と反響が良くて、時間をかけて、くるくるしてる意味に思えたで、でも皆さん、褒めてくださいよ。あー、まなちゃんのストレートもいいかもしれないです。ありがとう。シングルお団子。あ、でもお団子まだしたことない。団子から魅力しますよ。シングルってここに、あ、そう、シングル個人配信とかありますよね。でも2つ団子が好き。あー、かわいいですよね。やってみよう。クマさんみたいになりそう。カレーすごいことになっちゃった。あ、できた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 。あ、かわいい。クマ。幼くなるね。クマさんね。だって自然体マナッハーがいいんだもんだって。クマ。いいかもだって。マナッハーちゃんめっちゃかわいいよ、クマさん。ありがとう。かわいい。だって。帽子はだって。帽子？でも帽子、かぶるよね。うん、かぶるかぶる。ベレー帽とかよくかぶります。ね、かわいい、かわいい。たまに聞こえる。めっちゃ話しながら。たまに聞かれるすべてくらい声は森さん。そうなんです。森さんと楽しく配信して。森さんと楽しく。森さんかわいい。ぼっちさんが。あ、ねえ、マナハは何でも似合うって。おありがとうございます。ふって。リーダーふってやる。鳥さんマークでツイッターで拡散するとしてもらうと。お
皆さん、ぜひたくさんよろしくお願いします。森さんと配信、ね、時の頃嬉しいです。お腹すいたな。あ、マナハかわいいよ。ね、なんでなんでなんで、ご飯、去年はメガネかけたことある？野村さん、ある。あるバテ目だけどね、視力は割といい方なので。へぇ、バテ目は勝てます。でもコンタクトはどうなって？コンタクトは、あ、でもちょっと度入ってるんですね。そうなんです。肉じゃが食べながら見てるよ、だって。ありがとう、肉じゃが。カクカクしてるから、キャレンの顔が油断した状態で止まりがち。やだー。野村さんが今度個人配信で作るよ。よかったら、たてみしてみ、あ、ほんとに、じゃあしてみようかな。ちょっと、でもね、たてみ見つけたらね。あ、皆さん視力いくつありますか？あ、じゃあ皆さんの視力調査でございまーす。はーい。視力教えてください。視力調査。まあまあまあ、視力教えてくださいよ。いくつありますか？マナはお勉強するときに入る。 2.0、 すごいすごい。 0.5、 0.05、 0.08、 1.0。 皆さん結構悪めですね。行くの？ちょっと見た。 1.5 と 1.2。 奥さんめっちゃいいじゃん。でも視力検査、 0.1 って方がいらっしゃいますよ。視力検査とか、視力検査 C とかのやつ。うん、でもまだ学校のやつ、うん、AA だよ。え、すごい。でも視力な、なんとか診断、なんか、なんとか診断、禁止みたいな。禁止、禁止はあんだ。なんだ。個人情報だって。あ、個人情報は失礼しました。でもね、視力ね、大切ですよ、皆さん。クソちゃんがコンタクト外したらみんなの顔のプロボでよ。あー、ダメ、外しちゃダメ。でも、ネイルは外してください。そう、危ないからね。まだのお兄ちゃんよく似てる。いや、危ない、危ない。痛いじゃん、絶対。痛そう。ぶっちゃけ夜の運転見えてません。危ないよ。ダメダメ、うん、気をつけて。視力ないと免許に、あ、免許取れないんですかね。え、そうなんですか。メガネかけてれば大丈夫なんです。コンタクトレンズより 2.0。 本当によかった。ジュンジュンさん、あ、あざなしありがとう。ショウジさん、いいね、ありがとう。ナモラさん、いいね、ありがとう。ゴッチさん、ゴッチさん、ありがとう。メイちゃんのりさんが、老眼だから2人が可愛く見えるだって。え、老眼じゃなくてもそこは可愛く見えるだよ。言ってほしい。そう、教えてても。あ、レブリミットさん、ハート、ありがとうございます。ありがとうございます。イェイ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 。大学の視力調査は、間違えて、もう3回チャンスくれた。なんだよ、それ。Cさん。Cさんの大学は平和ですね。え、なんか間違えるとかあるの？あ、うん。あ、間違えて、飛ばされちゃうのか。次の4月にあれされちゃうのか。そういうことね。庄司さんが、例えばマナハ、10月に18歳になったら車の免許取るの？取るの？でも受験あるから、そんな。取れないかな。でもね、閉じたらかっこいいよね。でも大人だったらカラーも撮ってみたいなと思う。でも、ね。ね。ね。車。車、どうなんだろうな。車ってもさ、できたらかっこいいよね。皆さん、車。両立駐車みたいな。あ、両立駐車みたいな。ダダダダってやってる。皆さん、車運転できますか？皆さんのじゃあ、車事情を聞きましょうかね。車運転できますか？マナハ、暴走しそう。どういうこっちゃ？
ありがとうございます。ありがとうございます。
食べるベーコン。じゃあ、あんいたします。あ、落ちちゃった。あ、落ちられたの。おいしくない？おいしいですよ、めっちゃ。かわいいんだけど。食べて、全部食べて、ベーコン。はい。ベーコン、いいとして。はい。入りきってねえじゃねえか、だって。おいしい。おいしいね。カレン、頭皮しか映ってない。焼けた頭皮。焼けた頭皮。やだ。ラブラブ配信、そう、ラブラブなの、ここ。イェーイ。あ、ほら、やっぱね、ご飯食べたから機嫌いいからね、こうやってやってくれた。いつもだったら、ええー、とか言われる。嬉しい、カレン。やっぱご飯の力は最強です。いいえ、いただきました、だって。やった。いいね。ちゃんなんかちょっとイチイチしないでもらえます？いやー、もうしょうがないよ、イチイチする運命だから。しょうがない、しょうがない。ハナちゃんとスイちゃんが焼いちゃうだって。焼いちゃう、焼いちゃう。テンションの差があって、この歌に可愛すぎるカップルか、ジュンジさん。どっちが男の子だと思う？どっちだろうね。皆さんどっちだと思いますか？どっちだ、どっちだ、どっちだと思いますか？あ、なんか来ましたよ。あ、ポテトポテトが来ました。あ、めっちゃいい匂い。すごい。あ、マナッハーだって。あ、そりゃ、ね、あ、そりゃカレン。あ、いっぱい、ね、どっちなんだ。カレンじゃねえだって。でもカレンの方が、面倒見がいいから、女の子の感じがします。女の子。あ、お二人の間に割って入る方法ありますか、だって。あ、全然ねえ、割れない、割れないぐらいですから、本当に。カレーもポテトサラダよ。食べるな、食べるな、食べるな、こうやって。食べれる、食べれる。餌多いな、だって。餌多いな。なんだ？いいよ。ラブラブ、破壊、やめてー、ヤチさん。ニコニコアイドリング思い出しますね、だって。ナモーラーさん、カレーマナーハーの、頭撫でてみて、頭撫でてみてって生話したから、すごい、もうほとんど叩かれることでしたね。今の誰か捨て順しといてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ポテトスピーチ美味しいです。うん、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 美味しいね。うん、うん、うん。ちゃんとあれだよ、でも、可愛く食べてみて。そういうこと言うなよ。そうだな。マナハン、綺麗な卵を入れて押しかけて、画面から消してみて、癖が強いんじゃん。癖が強いんじゃん。癖が強いんじゃん。じゃあ、ちょっと。そろそろ出かけねば。頑張ってね。おはようさん、ありがとう。おはようさんも行ってらっしゃい。ね、ずっと見ててくれてありがとうね。ありがとうございました。山田さん、いいね、ありがとう。早い、あっちのちゃんです。やばいやばい。もぐもぐだけで終わってしまう。これは、ね、コメント。二人のコンビ大好き。ありがとう、カズさん。彼もね、大好きなの。じゃあ、私は食べさせていただきます。そこは大好きって言ってよ。カレンちゃんがいっぱいお話ししてくれるので、私は愛の手を打っております。あ、愛の手打っております。じゃあ、かわいさの世界観レベルだって、ジュンジュンさんが。ありがとうございます、そんな。かわいさん、舐めてます。ステッチンさんが、癖が強いとの褒め言葉ありがとうございます、だって。褒めてます、褒めてます。あ、ぼっちさん、アイスありがとう。ぼっちさん、花束ありがとう。キッチさんも花束ありがとう。ありがとう。あ、ピピトップさんが、アイドル ING になって一番びっくりしたことって何？一番びっくりしたことは、まさか青汁の粉を飲むことになるとはっていうことですかね。本当に、しかもね、聞いてくださいよ。あの、青汁の粉をこう口に入れてバハーってやるんですけど、みんなね、大さじ1杯でよかったもん。それ、大さじ2のもりもりですからね。全部口にバーってきて、もう喉カスカしてました。そりゃそうだ。ですよね、彼もびっくりした。あんなやるんだなと思って。あとは、森さんのお家の大掃除。本当にこんな家あるんだって思いました。びっくりしたよね、本当に。見てくれた方はね、びっくりした。
思う。あれっすよ、パーセントじゃないですよね。本当なんじゃない？本当ですね。本当ですね。やばい、床見えなかったもん。びっくり。なんか、わざとあの、空き缶とかを、なんか袋に入ってるのをばらまいたのかと思ってたんですけど。本当みたいですよ。あれって、実際、味いける？なるほど。あれですか、青汁の粉ですか。青汁の粉は、なんか、その後にカッカするから水飲むんですよ。水飲んだら、あ、青汁ってなるけど、皮下とか苦いから、もう常に辛いですね。でもなんか、マナは、水飲んだ方が辛かったです。あー、すごい、あー、ドロドロしてたんですね。すんごい濃厚な青汁。うんうん。一種類ってもいい。確かに。もうね、液状じゃないんですよ。型、固形だったんですね。青ドロみたいな。2010年から、ずっとです。あ、森さんのお家、ずっとあんな感じなんですかね。うん、すごいありがたいですよね、くるみさんってね。うん。あと、川村さんがね、来てくれて、初ロケがね、森さんのお家でしたからね。なんで森さんのお家だっていう感じでしたけど、最初は。でも、森さん。めっちゃ食べてた。絶対ずっと多分、初、RNG の初ロケがあるっては、すごい。印象深い、忘れないと思う。絶対忘れません。うん、もし10年、あと10年アイドルアイエンジやれるってなっても、多分10年後も絶対覚えてるよね。マナちゃんの印象、一番のびっくりしたことは？マナはですね、なんだろうな。でもこんなにアイドリングさんと、なんか、こう、仲良くなれると思う。あー、なんか、ね、まだなんだろう。めちゃ仲いいですっていう、まあ本当におこがましくて言えないんですけど、なんか最初の方はすごいいい先輩だなぁと思ってたんですけど、今はなんかもはやもう人として尊敬です。加藤さんとか特に本当に優しいんですよ。本当に優しい、本当に優しい、うん、ありがとう、本当にありがたいです。いっぱいお話聞いていただいて、まあ、お出かけに来てくれて、うん、本当に楽しかったです。本当に楽しかったんですよ。お互いん、お互いこれは直してほしいってことある？お互いこれは直してほしいこと、うん、お腹空くと本当に無口になるところ本当にもうね、なんだろう、なんだろう電子ないの見つけて、今日の朝もさ、ローテンションになったよね。うん、ローテンションスタートだったんですよ。そう、マナちゃん今日は早かったから、ね、朝早かったんですけど、どうでしたね、割、すごい、みんなローでした、うん、みんなローのうちのも一番ローだから。そうそう。のべのべさん。あ、ゴッド、アウト、ポッシング、ゴッド、ダルマ、100。ダルマ100、ありがとうございます。のべのべさん、あ、ほら、ほんとに、なんかありがとう。ありがとうございます。えのきさん、まさこさん、ありがとうございます。ありがとう。まあ、でもね、皆さんね、見てくれて感想聞きたいですね。うん、今までの ING 今1ヶ月もっか1ヶ月やってきて、ね、ちょっとずつはね、多分成長できるかなとか思うんですけど、どうですか、私たちどうですか、いけてますか、ね、どこを頑張ればいいとかね、もっとね、なんか客観的に個人配信よりね、もっとなんか近くでね、話してる感じがすごいするのでね、見てほしいです。あとね、16位、次の順位まであと3万5000ポイントですね。おー、早いですね。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあ、ゆきとっぺさんが本放送の配信に負けず我慢したときに、あー、頑張りましょう、うん、でも、風呂上げが NG やってからですか、ね、ありがとうございます。川村さんの時はどうなんですか。川村さんの時川村さんもなんか加藤さんと3人でお話ししたことがあるんですけど、その時にいろいろ話してたんですけど、それの時の印象がすごい優しい方で、優しくなくて、優しくなくて、酒井さんなんて特にですよ、優しいよ、ね、本当になんか、そんな面白い話じゃないんですけど、なんか階段、上に行く階段をで、そこ上から酒井さんが降りてきて、うんうん、で、マナーのこっちから歩いてきてたんです
したらなんか今足で物を掘ったって分かったっていう、それで何かお疲れ様ですって言ったら、え、今足で物を掘ったって言って、足音覚えられてるじゃん、すごい、ノハの足に行って言われて、おおすごい、それはやばい、これはもう高いじゃん、出かけるならもう出そう、でもスカート短くてもいいやと、だから新衣装を幸せの時にちょっと短めにしてくださいって言ってたんですよ。そんなもんだったんですよ。なんか彼も身長高いかな、なんか同じくらいかなと思ってたんですけど、それでもなんかアイドルってやっぱちっちゃい身長で可愛いって思われてたからね。そう。なんか、皆さん悪いことできない。悪いことできない？悪いことできないですか？足？マジ？マジ？朝本当元気ないの。そう、
ね、喋りかけられないぐらいね、そう、いいになるよ。本当に。いや、でも朝は。一人でゲームとかやってるもんね。そうですね。してました。最近ゲームしてます。姉さんの朝ごはん。そう、姉さんは本当に料理上手なんです。だから、唐揚げもきっと美味しいと思います。いいの？好き。あ、私、お父さんの唐揚げです。ねえ、ゆきさんがさ、青汁とコーンフレークにしますよ。やばー、それは。コーンフレークさ、青汁で食べたら。やだーねえ、もうやめるよ。かわいそう、コーンフレークが。そっち、うん、かわいそう。そっちか。だってさ、かわいそうじゃない？コーンフレーク。那覇の寝起きって、ご機嫌はいい方ですか、悪い方ですか？悪いですね。絶対悪いですよ。いいです。だから寝起きドッキリとか、危ないんで、しない方がいいと思う。眉間にしわ、眉間にしわやってた。早朝クロスファーでいいです。ブラックですよ。ブラック、ちょっとブラック。でも朝ごはん食べたら、ハッピーになるんだよね。戻ります。ハッピーラッキー、ハッピーラッキー。ハッピーラッキー。今はなりますね。なんでよ。なろうよ、ハッピーラッキー。今なのかな。こう、血圧低めだって。そうですね。血圧低めって。あれですね。お姉ちゃんが血圧低くて、この前も悩んでました。悩んでました。みんな悩みますよね。血圧低いんじゃないだろう、言ってました。皆さん。じゃあ、皆さん、血圧低いですか高いですか低いですか高いと危ないか。高いとさ、なんか、高いと低いの何が、あれなの？なんか低いのはなんかその朝で肩弱いとかなんかっていうのは聞いたけど、悩む低血圧ね、なんでそんな質問ね。私かなり低いし、あ、薬も良くないよね。庄司さんがタコさんくれた、ありがとうございます。野原さんもタコさんありがとうございます。こうあるからで何とか大変。あ、ねえ庄司さんが最近ハピラキ使ってない？え、使ってますよ。でも、ハッキャレになってません？そうだ、確かに。あ、皆さん、ツイッターは見てくださってますか？イエーイ！お、イエーイ。チャレンちゃんがやっとね、SNS 上に始めました。パチ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 。10通やりたいって言ってましたよね。そう、10通やりたかったんですよ。そこの質問なんですけど、皆さんって、あの、自撮りとたどりってあるんですよ。うん。自撮りっていうのは自分でこう、気に入ってパターンみたいなやつで、たどりはこう、そう、相手から撮ってもらっているんですけど、どっちが好きですか？うん、ぜひ誰かに撮っていいか、コメントよろしくお願いします。マラハはね、そうなんですよ、自撮りは。でも上手ですよ。そんなことないんですよ。なんかよくね、スタジオとかの隅っこ行って、だってそれやってるよね。やってるけど、なんかもう結局使うのに。あ、あのツイッターは本物のキャレンちゃんなんですか？そうねー、はい。ちょっとね、なんか似たもの感あるけどね、本物です、本物です。たどりの方がレア感あるだって。あー、でも私なんか8対2ぐらいで、うん、8がたどりなんですよ。あ、そうね、カレンとかによく行ってくるの撮って撮って、そうだから天井とカメラマンもうね、あの私のどう撮ってほしいかっていうのをもう全部刷り込んだので、この8ヶ月でそう、だからあの子みたいな感じで、そう、逆光とか、逆光だからこっちから撮るんだよ、鍵入ってるからね、ここが鍵、鼻が鍵になっちゃうでしょとか言って、最初の頃は言ってたんですよ。言って言われた。それをまず最初の30秒間ぐらいは、うん、あの注意事項言われて、うん、で撮ろうってなったら撮って見せたら、あ、もうちょっとこっちからって言って、結局多分合計して 2,3 分はかかるよね。そう最初はね、でも最近はもう撮ってって、そうです。携帯渡したら、もう、私の理想が取れてある。いいよね。だから、それはもう、分つけてツイートするだけで。いい感じに。じゃあ、今から自撮りとたどりを比べて、ツイッターのいいねで決める？ああ。面白そう。公開、写真、あと10分。まあ、やってみますか？やってみますか？いいですか？いいですか？いいですね。じゃあ、やってみましょう。え、どうやってるの？今ここでさ、自撮りしてもいいじゃん。お互い自撮りとたどり。お互い自撮りをしてみる。どっちが自撮りで、どっちからたどりってことですか？あ、じゃあ、普段、マナの方がたどりが多いから、チャレンジャーをたどりして、マナを自撮りしてみますか。じゃあ、撮りまーす。じゃあ、チャレンジャーのね、携帯でまず。たどり。いきますね。恥ずかしい、なんか。
た。本当ですか？いやー気持ち悪いですね。そんなことないですよ。思いました。まるちゃんに聞いてた。じゃあどうぞ。じゃあ皆さん、じゃあいい方に何してもらう？あ、じゃあまだもじゃあやりましょうか。そっか。ここでじゃああれしましょうか。じゃあ自撮りします。かわいい。自撮りしてるところとかを撮りたくなっちゃうんですよ、私は。じゃあ行きます。はい、チーズ。これすぐ何？ピンクとかですか？全然いいんですよ。じゃあピンクとコメント、あ、アンケート機能使おうよ。お、じゃあアンケート機能。じゃあ撮りますね。コメントにします。やっぱり。書いてくれました。ちょっと難しいみたい。すみません。じゃあ、まずは、じゃあ、どうぞ。たどりから行きますか。はい。あの、一緒に行きますか。行きますね。せーの。見えるかな？たどり久しぶりです。どっちがいいと思いますか？ぜひコメントしてください。コメントしてください。じゃあ、たどりとか言って。かわいいだって。あ、広告いて、ごめん。画面消えちゃった。そう。あのね、たどりがいいな、だって。二人ともね、変なんですよ。ね、そう、変なんですよ。変なんです。それが違うからな、だって。すごい違う？あー。そんなに。こう、たどりの方がいいかも。あー。やっぱり、ふ、あ、やっぱりたどりなんだな。スマホのケースが一番、あ、スマホケースとかになります。あ、やっぱ、たどりなんですね。あまた、たどりを見に行こうかな。ね、お互い知り合おうね。ね、知り合いましょう。でも、それがね、きっとこっと。そう。声もきっとこっと。だから、これからツイッター上がってる二人のたどりは、だいたいお互い知り合ってまーす。衣装着ているときは、だいたいそうです。あ、私は、普段のときは、いつもお兄ちゃんとかと出かけるので、ね、あそうですね。お母さんとか。姉派ですね、姉派。お、ギフトがいっぱい届いています。ありがとうございます。さん、いいね、ありがとう。ありがとうございます。のめのめさん、お花ありがとう。ありがとうございます。そうじさん、タコありがとう。野村さんもタコありがとうございます。みんなたどりって言ってますね、今。じゃあ、あと、この画像をツイッターにあげて、だって。じゃあ、後であげましょうかね。はい、じゃあ、あと10分ということなので、今の1位から10位に発表しましょう。じゃあ、使用させていただきまーす。はい、はーい。まず、10位ですね。ぼっちさん。ありがとうございます。ありがとうございます。で、9位の方が、はい、MT413 さん。ありがとうございます。はい。で、8位の方が、ナモランさん。ありがとうございます。ありがとうございます。で、7位が、ミル。見る。ん？ 5 回ぐらい？見る。あ、順位変わってる。じゃあ、もう一回、10位から。ごめんなさい、もう一回発表したいと思います。じゃあ、キャリンとかです。10位、シッシーさん、ありがとうございます。9位が、アルカムさん先輩さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ナモランさん、8位、ありがとうございます。7位、イケッチさん、ありがとうございます。6位、ミカミさん、ありがとうございます。5位が、あ、5位か、5位がユキトップさん、ありがとうございます。ありがとう。4位、松浦さん、ありがとうございます。3位が、レブリミットさん、ありがとうございます。で、2位が、アイランドさん、ありがとうございます。そして、1位、当時1209さん、ありがとうございます。ありがとうございます。みんなありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、1時間が。あっという間、あと8分ぐらいしかありませんよ。本当にびっくりですよ。皆さん、今日の、ショールーム配信はいかがでしたか？そう、総合ランキングです。あ、ぼっちさん、アイスありがとう。カズさん、ハートありがとう。そして、シッティーディバーさん。クマさん、ありがとう。15位まで、28,000 ポイント。惜しい。いけるかな？あとちょっと、ごめんなさい。お腹いっぱいだって。楽しかった。ありがとうございます。楽しかった。本当に超楽しかった。お、ぼっちさんが結局3時間で。おぉ、コンプリート。コンプリート。ポイント上がりましたよ。
まで届くかって言ってるけど届きます。 ING は頑張ります。皆さんの力を必要なのでよろしくお願いします。お願いします。明日もですね、あるんですよ、うん、明日も11時半から配信行うのでぜひよろしくお願いします。明日最終日です。皆さんと一緒に頑張りたいと思うので皆さんも本当に本当によろしくお願いします。じゃあもう片っとこ、とりあえず相手のためにも、はいはいはい。じゃあもう私はですね、まさかねこの企画にもね、ちょっとでも出てね関われるの、うん、本当に思ってもいなかったので絶対このチャンスをものにしたいとね本当に思ってるのでね、リハもみんなで頑張ったり、本当にね自分もね歌下手なんですけどね頑張りたいので本当に皆さん本当に本当に本当によろしくお願いいたします。お願いします。本当にですね、東京アイドルフェスティバルに出て今応援してくださってる皆さんにも恩返しがしたいですし、新しい方にも私たちを好きになってもらえたらなと思うので精一杯頑張るので皆さんよろしくお願いします。滑舌はですごめんね、11時じゃなくて17時です。17時半、5時半からです。よろしくお願いします。11時半です。お、残り5分。うん、あ、ありがとうございます。視聴者の皆様ありがとうございます。でもショールームレギュラー配信してほしいって。おー、嬉しい。でもショールームって本当になんか皆さんとのちょっと個人配信より近いな、アバターの世界なのかな、うん、それが合ってるみたいですね。うん、嬉しいです。嬉しい。食べ終わったらってシャーブさんが、ね、まだ食べます。後で食べたいと思います、ゆっくり。イエーイ。うん、もう全力で頑張る。頑張ろうね。頑張ります。ありがとうございます。ありがとう。庄司さんが出ればたくさんの人に知ってもらえるからね。そうですね。せっかく皆さんのライブ判定のご協力のおかげで新衣装もね、それが7月28日にね、そのフレッシュなイベントで使用されるのでかもしれないで、ね、それを着て、自分に入れたい。自分に入れたい。オリジナルとかもね、そう、熱い太陽のさ、ライブがしたい。本当ですよ。なので皆さんご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日も頑張れ ING だって。ありがとうございます。お、あ、あ、
考えましょう、ちょっと。キャラクター考えようか。考えてきまーす。考えたいですよ。考えたらね、あっくんが喉壊しちゃうよ。大丈夫です。喉健全です。ありがとうございます。ファルセットですかね。ファルセット。あんた、ポコラおかしいよね。ファルセットバーズ。ファルセットバーズ。一回回って面白くなった、ジェンジさん。お、お、よかったよかった。じゃあ回るんだね、やっぱりね。ジェンジさん、私も同じです。なんか、やってると楽しくなってきました。めいちゃーん。ライブに行けちゃう。あらあら。あらあら。気をつけないと。お近くゆっくり休んでね。ありがとう。でも今日、最近本当にね、あいにくい時間が。だって、明日もどこでさ、ゆっくり行けるよね。楽しい。皆さんにも楽しんでいただけたら嬉しいなって思います。お、今度のスナック梅子で披露するとスナック梅子さんに浜口コンドサークルさんに出演させていただくので、皆さん見に来てください。1回目ですね。アイドル NG の詳しい情報はアイドル NG 公式ツイッターをご覧ください。よろしくお願いします。個人のツイッターもよろしくお願いします。お願いします。あ、サーブさん、タコありがとうございます。SSH さん、クマありがとう。ニコニコさん、お花ありがとう。みるみるみるさん、お花ありがとう。